皆さんご機嫌いかがでしょうか今日は「竹取物語」の第6回「貴公士たちの求婚」4回目です今日はここからですそれでは拡大して読んでみましょうこれは「日にちの日」という漢字を崩したものです次は「く これはるですそして繰り返しの記号です次は「ほど」という漢字を崩したものですこれは木のように見えますが横棒が3本ですので連合の「連」という漢字を崩したもので「れ」と読みます次は「い」 これは「能力の能」という漢字を崩したもので「能と読みますこれは「あ」です次は「つ」これは「ま」これは「和」のように見えますが上の字から筆が続いていますので「利益の利」という漢字を崩したもので「 りと読みますえ次はぬそれではこれまで読んできたところを振り返ってみましょう「日くる,るほど霊の集まりぬ」日が暮れる頃にあの5人の貴公子たちが霊のように集まってきたとなります。 次はこの部分です。拡大して読んでみましょう。これはあるいはという漢字を崩したものです。これは八という漢字を崩したもので、はと読みます。次は笛という漢字を崩したものです。これはお。 そしてふ、これは、きです。これもあるいはという漢字を崩したものです次はばんという漢字を崩したもので「は」と読みますこれは歌という漢字を崩したものです次は「を」 これは「うこれは多い」という漢字を崩したもので「た」と読みます。これは「ひ」です。これは「あるいは」という漢字を崩したものです。次は「ばん」という漢字を崩したもので「は」と読みます。 これは志という漢字を崩したもので「し」と読みますこれは「や」です次は「う」これは「か」です次は「お」そして「し」 先ほど出ましたあるいはという漢字を崩したものです右下にも見えていますこれはばんという漢字を崩したもので「は」と読みます次は「う」これは「そ」次は「お」 これは女編で、婦人の婦という漢字を崩したものです。婦と読みます。これは気化学の気という漢字を崩したものです。気と読みます。これは扇という漢字を崩したものです。 次は超えるとという漢字を崩したもので、おと読みます。次は、奈良県の「な」という漢字を崩したもので「な」と読みます。これは「ら」次は「志」という漢字を崩したもので「し」と読みます。 これは「那須高原の那という漢字を崩したもので「那と読みます次は「と」これは「す」そして「る」これは「に」という漢字を崩したもので「に」と読みます それでは、これまで読んできたところを振り返ってみましょう。あるいは笛を吹き、あるいは歌を歌い、あるいは生姜をし、あるいは嘘を吹き、扇を鳴らしなどするに。ある人は笛を吹き、ある人は歌を歌い、ある人は楽器の符を口ずさみ、ある人は低い声で歌をずし、 扇を手で叩いたりりすするとところにとなります次はここからです。拡大して読んでみましょう。これは「大きな」という漢字を崩したものです。次は「出る」という漢字を崩したものです。これは「手 次はい、これは「もの」という漢字を崩したもので「は」と読みますこれは「く」ですこれは「かたじけない」という漢字を崩したものですこれは奈良県の「な」という漢字を崩したもので「な」と読みます 次は道具の具という漢字を崩したもので、くと読みます。これは木。次はた。これは奈良県のなという漢字を崩したもので、なと読みます。これはけです。成人のせいという漢字を崩したものです。 これは「ところ」という漢字を崩したものです。次は「に」。これは「年という漢字を崩したものです。これは「月」という漢字を崩したものです。これは「を」。次は「変という漢字を崩したもので「へ」と読みます。 これは手です。次は尾のように見えますが、右側の膨らんだ中に稲妻のような線があります。これは物という漢字を崩したものです。次は志という漢字を崩したもので、死と読みます。これは多毛という漢字を崩したものです。 次はるのように見えますが大きく膨らんで下にうんと伸びていますので「こと」という漢字を崩したものですこれは幾何学の「き」という漢字を崩したもので「き」と読みます次は「はち」という漢字を崩したもので「は」と読みますこれはマ「ま」 次は上から筆が続いていますから利益の利という漢字を崩したもので利と読みますこれは多いという漢字を崩したもので他と読みます次はるこれはか次はし これは「一部上が消えてまま。すす。けども、こです次は、これは、れ里」という漢字を崩したもので「里」と読みます次は「登る」という漢字を崩したもので「と」と読みますこれは「申す」という漢字を崩したものです それではこれまで読んできたところを振り返ってみましょう。翁縄出て曰く、かたじけなく汚げなるところに年月を経て物下もうこと、極まりたるかしこまりと申す。翁が出てきて言うには、えー、もったいなくもこんなむさ苦しいところに、長い年月おいでくださいましたことは、 この上なく恐れ入った次第でございますと寄港師たちに申し上げるとなります次はここからです拡大して読んでみましょうこれは大きなという漢字を崩したものですこれは乃木坂ののという漢字を崩したものでのと読みます 次は、命という漢字を崩したものです。これは、介護の会という漢字を崩したもので、けと読みます。これは、ふ。次は、あ。これは、須藤さんのすという漢字を崩したもので、すと読みます。次は、と。 これはも次は志という漢字を崩したものでしと読みますこれはらです次はぬこれは超えるという漢字を崩したものでをと読みますこれはかです 次は、く。これは、のです。次は、たもうという漢字を崩したものです。これは、きみという漢字を崩したものです。次は、おいという漢字を崩したもので、たと読みます。これは、ち。 次はにという漢字を崩したものでにと読みます。これはもです。そしてよ。これはく。次は思うという漢字を崩したものです。そしてひ。これは 定めるという漢字を崩したものです。これは手です。次は生徒のとという漢字を崩したもので、つと読みます。注意してください。これは可能のかという漢字を崩したもので、かと読みます。次はう。 そして、ま。次は、つ。これは連合の連という漢字を崩したもので、れと読みます。そしてこ、これは、と。これは、申すという漢字を崩したものです。次は、も。 これは「なり」という漢字を崩したものですそれではこれまで読んできたところを振り返ってみましょう「沖縄の命今日明日とも知らぬを各のたもを君たちにもよく思い定めて都合まつれと申すも断りなり」 こんなに皆さんが熱心に通っていただいて私が姫に私の命は今日明日とも知れぬ命なのだからこのように熱心に申し込みをなさる貴公子にしっかり考えを定めてお仕え申し上げなさいと申すのも道理というものであるという服になります。次はここからです。 拡大しして読んでみましょう。これは以上の「い」という漢字を崩したもので「い」と読みます次は三水の「つ」という漢字を崩したもので「つ」と読みますこれは連合の「連という漢字を崩したもので「れ」と読みます次は「も」 これはおです。次はと。これは利益の利という漢字を崩したもので、利と読みます。次はま。これは人弁です。佐藤さんのさという漢字を崩したもので、さと読みます。 次は、里という漢字を崩したもので、里と読みます。これは、おいてという漢字を崩したもので、おと読みます。次は、ものという漢字を崩したもので、はと読みます。これは、しです。 これは三髄です。万という漢字を崩したもので、まと読みます。これはさです。これはねという漢字を崩したもので、ねと読みます。これはは。次はごという漢字を崩したものです。 これは「心」という漢字を崩したものです。次は「人弁」です。佐藤さんの「さ」という漢字を崩したもので「さ」と読みます。これは「し」。次は乃木坂の「の」という漢字を崩したもので「の」と読みます。これは「ほど」という漢字を崩したものです。 次はバンという漢字を崩したもので「は」と読みますこれは「見える」という漢字を崩したものです次は「遊ぶ」という漢字を崩したもので「ゆ」と読みますこれは「へ」そして「し」 それではこれまで読んできたところを振り返ってみましょう。いずれもおとりまさりおわしまさねばお志のほどは身べしこれはかぐや姫のセリフです。あの5人の方々は優劣のつけがたい立派な方ばかりですからお気持ちの深さが示されるでしょうとなります。 次はここからです。拡大して読んでみましょう。これは三水で、えー「つ」という漢字を崩したもので「つ」と読みます。これは可能の「か」という漢字を崩したもので「か」と読みます。次は「う」。これは「ま」。 そしてつこれはらです次はんこれはことという漢字を崩したものですこれはばんという漢字を崩したものではと読みます次はそと読みます ろのように見えますが非常にスリムですこの場合はソこれはレイという漢字を崩したものでレと読みますこれはミミという漢字を崩したものでにと読みます注意してください次は奈良県のナという漢字を崩したものでナと読みます 次は、ん。これは人弁です。佐藤さんのさという漢字を崩したもので、さと読みます。これは、多いという漢字を崩したもので、たと読みます。次は、む。これは、変という漢字を崩したもので、へと読みます。 これはき、次は、登るという漢字を崩したもので、とと読みます。これはいです。次は、へ。次は、ばんという漢字を崩したもので、はと読みます。 それではこれまで読んできたところを振り返ってみましょう。都を祭らんことはそれに何定むべきといえば、どなたにお使い申し上げるかはそれによって決めましょうと言いますので、となります。次はここからです。拡大して読んでみましょう。これはこ。 次は、れいこのれいという漢字を崩したもので、れと読みます。次は、よ。これは、き。次は、ことという漢字を崩したものです。これは、なりという漢字を崩したものです。ひらがなの「や」のように見えますが、もちろん、この「なり」という漢字が、 ひらがなののの元の漢字ですそれではこれまで読んできたところを振り返ってみましょう。これ良きことなり。それは結構なことだということになります。次はここからです。拡大して読んでみましょう。次は人。 これは「の」そして「う」かなとかなの間に入っているくねくねっとした字は「ら」と呼んでくださいこれは「み」です次は「も」これは「あ」 そして、るです。次は、ま。これは、しです。次は、と。これは、い。そして、ふ。それでは、これまで読んできたところを振り返ってみましょう。 人の恨みもあるまじ、という。他の人たちのお恨みもありますまい、という。となります。次はここからです。拡大して読んでみましょう。これは、五という漢字を崩したものです。次は、人という漢字を崩したものです。 これは乃木坂の「の」という漢字を崩したもので「の」と読みますこれは「人」これは繰り返しの記号です次は「も」これはよ「よそして幾何学の「き」という漢字を崩したもので「き」と読みます これは「こと」という漢字を崩したものです。これは「な」そして「利益の利」という漢字を崩したもので「利と読みます。これは「のぼる」という漢字を崩したもので「と」と読みます。これは「以上の「い」という漢字を崩したもので「い」と読みます。 次はへこれははこれはおきなという漢字を崩したものですこれはい次はさとという漢字を崩したものでりと読みます次はて これはい、そして、ふ。それではこれまで読んできたところを振り返ってみましょう5人の人々も「良きことなり」と言えば「大きな入り手言う」5人の人たちも「それは良い方法だ」と言うので「 沖縄中に入ってこれをかぐや姫に伝えた次はここからです拡大して読んでみましょうこれは「か」次は「く」そして「や」 これは姫という漢字を崩したものです次は石という漢字を崩したものです次はつという漢字を崩したものでつと読みますこれは道具の「具という漢字を崩したものでくと読みますこれは里という漢字を崩したものでりと読みます これは乃木坂の「の」という漢字を崩したもので「の」と読みます。これは「ご」という漢字を崩したものです。これは子供の「子。次は「に」という漢字を崩したもので「に」と読みます。次は「はち」という漢字を崩したもので「は」と読みます。 これは仏という漢字を崩したものです。こちらを使いましょう。これはの次はごという漢字を崩したものです。これは石という漢字を崩したものです。次は乃木坂の「の」という漢字を崩したもので「の」と読みます。 これはものという漢字を崩したもので、はと読みます。次はち。これはとです。次はいうという漢字を崩したものです。次はものという漢字を崩したものです。これはあ。 次は「利益の利」という漢字を崩したもので「利」と読みますそれではこれまで読んできたところを振り返ってみましょう「かぐや姫石造りの御子には仏の見石の鉢というものありかぐや姫は石造りの御子に仏の見石の鉢というものがあります」 となります。次はこの部分です。拡大して読んでみましょう。これはろのようですが、そ。次はれ。これは超えるという漢字を崩したもので、をと読みます。これは取るという漢字を崩したものです。 次は、天という漢字を崩したもので、手と読みます。ひらがねの手の元の字が天という漢字です。次は、たもうという漢字を崩したものです。これは、へ。次は、のぼるという漢字を崩したもので、とと読みます。これは、い。 次は、ふ。それでは、これまで読んできたところを振り返ってみましょう。それを取りてたまえと言う。それを取ってきてくださいと言う。となります。次はこの部分です。拡大して読んでみましょう。これは、く。 次はら、そしても、これはちです次は能力の「のという漢字を崩したものでのと読みますこれはごという漢字を崩したものですねこれは子どもの「子」 次はにという漢字を崩したものでにと読みます。これはは次は東という漢字を崩したものです。次は乃木坂ののという漢字を崩したものでのと読みます。次は海という漢字を崩したものです。 これは「に」という漢字を崩したもので「に」と読みます。「小さい」という漢字に似ていますね。左から筆が入っているのが分かりますかそれが「小さい」という漢字と違うところです。次は「本」という漢字を崩したもので「ほ」と読みます。これは、う これは、羅小門の「ラという漢字を崩したものです。「ラと読みます。次は、い。これは、と。次は、いうという漢字を崩したものです。これは、山です。これはア、あ。 次は山水の流れるという漢字を崩したものです。ると読みます。次はな。これは利益の利という漢字を崩したもので利と読みます。それではこれまで読んできたところを振り返ってみましょう。倉持の御子には。 東の海に宝来という山あるなり倉持の御子には東の方の海の中に宝来という山があると言いますとなります次はここからです拡大して読んでみましょうまずこれは祖次は霊子の霊 とという漢字を崩したものでれと読みます次は「に」という漢字を崩したもので「に」と読みます。これは「志」という漢字を崩したもので「し」と読みます。これは「ろ」です。次は「可能」の「か」という漢字を崩したもので「か」と読みます。 次は「ね」という漢字を崩したもので「ね」と読みますこれは「超える」という漢字を崩したもので「を」と読みますこれもまた「ね」という漢字を崩したもので「ね」と読みますひらがなの「ね」のもとの漢字ですこれは「のぼる」という漢字を崩したもので「と」と読みます 次はし、これは金という漢字を崩したものです。これはお。次は道具の具という漢字を崩したもので、くと読みます。これは木です。次はと。 これは志という漢字を崩したもので、死と読みます次は白いという漢字を崩したものですこれは木次は玉という漢字を崩したものですこれはお次はみ。 これは「のぼる」という漢字を崩したもので「と」と読みます。これは「し」です。これは「て」です。次は「た」。これは「て」。これは「さんずい」です。 流れるという漢字を崩したものでると読みますこれは木です次はあこれは利益の利という漢字を崩したもので利と読みますそれではこれまで読んできたところを振り返ってみましょう それに白金を根とし、黄金を茎とし、白き玉を実として立てる木あり、その山に根が白金で、茎が黄金で、白い玉の実がなっている木があります。となります。次はここからです。拡大して読んでみましょう。 これはソです「う」のように見えますが「そ」です。これは連合の「連という漢字を崩したもので「れ」と読みます。次は「一。ち」。これは「枝という漢字を崩したものです。これは「おいて」という漢字を崩したもので「お」と読みます。 これは利益の利という漢字を崩したもので利と読みます次は手これはたもうという漢字を崩したものです次は八という漢字を崩したもので刃と読みます次はラ これは「ん」そして「と」これは「言う」という漢字を崩したものですそれではこれまで読んできたところを振り返ってみましょう「それ一枝下りて玉わらん」というその木を一枝折ってきて くださいな、という、となります。で次はここからです。拡大して読んでみましょう。まずこれは、今、ま。これは、一人と,という漢字を崩したものです。次は、二という漢字を崩したもので、二と読みます。 これは、八という漢字を崩したもので、はと読みます。次は、も。これは、ろ。次は、こです。次は、志という漢字を崩したもので、しと読みます。これは、に。 次はあ、あこれは流れるという漢字を崩したもので、ると読みます次はひ、ひこれはねという漢字を崩したもので、ねと読みますこれはすです これはカタカナの「ミ」のように見えますが「三」という漢字を崩したもので「ミ」と読みますこれは「農業」の「農という漢字を崩したもので「の」と読みます次は「可能」の「可という漢字を崩したもので「か」と読みますこれは「八」という漢字を崩したもので「はと読みます これは幾何学の木という漢字を崩したもので木と読みます次はぬこれはお次はたですこれはま次はへ それではこれまで読んできたところを振り返ってみましょう。今一人にはもろこしにあるヒネズミの革犬をたまえ。もう一人にはもろこしにあるヒネズミの革犬というものをください。となります。次はここからです。拡大して読んでみましょう。 これは「大きい」という漢字を崩したものです。これは「伴う」という漢字を崩したものです。次は「農業の脳という漢字を崩したもので「の」と読みます。次は「大きい」という漢字を崩したものです。これは「収める」という漢字を崩したものです。 次は、言うという漢字を崩したものです。これは、にという漢字を崩したもので、にと読みます。これは、はです。次は、おいという漢字を崩したもので、たと読みます。これは、つ。 次は、能力の能という漢字を崩したもので、のと読みます。これは、く。次は、ひ。これは、耳という漢字を崩したもので、にと読みます。次は、ごという漢字を崩したものです。 次は「色」という漢字を崩したものです。これは「に」という漢字を崩したもので「に」と読みます。次は日の本の「ひ」という漢字を崩したものです。ただしここでは仮名として使われていますので「ひ」と読んでください。 これは可能の「か」という漢字を崩したもので「か」と読みます次は「流れる」という漢字を崩したもので「る」と読みます次は「た」これは「まん」という漢字を崩したもので「ま」と読みます 次は安倍さんの「あ」という漢字を崩したもので「あ」と読みます。「は」のように見えますが左側が人弁です。次は利益の「り」という漢字を崩したもので「り」と読みます。それではこれまで読んできたところを振り返ってみましょう。大友の大納言には辰の首に五色に光る玉あり。 大納言にはタツの首に五色に光る玉がありますとなります次はここです拡大して読んでみましょうこれは「ソ」です次は「レイ」コの「レイ」という漢字を崩したもので「レ」と読みます次はウォ「を。 これは「と」です次は「利益の利」という漢字を崩したもので「利」と読みます次は「て。これは「たもう」という漢字を崩したものですこれは「へ」 それではこれまで読んできたところを振り返ってみましょう。それを取りてたまえ。それを取ってきてください。となります。次はこの部分です。拡大して読んでみましょう。これは「い」。これは四面楚歌の「祖」という漢字を崩したものです。 外読みます。お蕎麦屋さんの看板によく見ます。次はの。これはかです。加藤さんのかという漢字を崩したものです。かと読みます。これはみ。これは農業の農という漢字を崩したもので。のと読みます。 次は中これは収めるという漢字を崩したものです次は言うという漢字を崩したものですこれはにという漢字を崩したものでにと読みます次はは。これはさんずいでつ という漢字を崩したもので、つと読みます。次はものという漢字を崩したもので、はと読みます。次はく。これはラ・ショモンのラという漢字を崩したもので、らと読みます。これはめ これは能力の能という漢字を崩したもので能と読みます次はもこれは多いという漢字を崩したものでたと読みますこれはる次はここれはやです 次は「す」。ひらがなの「す」は「すん」という漢字を崩したものです。次はさんず水の農業の農です。「こいという漢字を崩したもので「の」と読みます。濃縮の脳です。次は「かい」という漢字を崩したものです。次は「とる」という漢字を崩したものです。 そして、て。これは、たもうという漢字を崩したものです。これは、へです。次は、と。これは、いうという漢字を崩したものです。それでは、これまで読んできたところを振り返ってみましょう。 磯の神の中納言には、ツバクラメのもたる小安の貝取り手玉へと言う。磯の神の中納言には、ツバメが持っている小安貝を一つ取ってきてください。と言う。となりますえ。続きはまた次回です。それでは皆さん、またお会いしましょう。ごきげんよう。さようなら。